ではお天気をお伝えします。ミツバチが持っているのは、はい、8チャンネルの8ですか。はい、8チャンネルの8、ミツバチの8もありますが、お天気の面でちょっとキーワードになる数字なんですよね。最低気温が8度以下の日数日続くと紅葉色づき始めてきます。まあ、冷え込んできましたので皆さんの生活にも影響が出るかもしれませんので、その他の影響も見ていきます。例えば15度になるとお鍋が食べたいというご家庭も増えてきたり、10度になりますとストーブが欲しくなったり、あとは3度で霜が降りますので農作業もそろそろ終盤の目安でもありますよね。0度になりますと路面凍結しますのでタイヤ交換考えないといけませんよね。まあ、これからは週間予報には最低気温に注目をして冬支度など進めるようになさってください。目安になりそうですね。はい、そして8度以下の日も増えてきました。紅葉見ごろになっているところがあります。といっても葉っぱの紅葉ではないんですよね。ユニガーデン、ここ道内最大級のコキアの見ごろになっていまして、およそ3万2000株もあるんだそうです。綺麗ですね。はい、夏の間は緑だったのに冷え込みが進んできまして、今ピンク色となっているんです。今日は平日ではあったんですが2000人以上の観光客で賑わったんだそうです。そしてこのピンクの赤、ユニガーデン内にはまだコスモスとか秋の花も咲いています。秋晴れの青空に映えそうですよね。明日明後日と秋の散策日和となりそうです。さて今の札幌中心部の様子です。はい、気温も下がってきましたね。現在 12.9 度です。はい、そして今夜から明日の朝にかけては今季一番の冷え込みとなりそうなんです。札幌の明日の10区の予報です。今夜は晴れて風も穏やかになってきますので放射冷却で冷え込みそうです。中央区では6度、南区では1度まで下がりそう。ただこの冷え込みが紅葉を鮮やかにしそうなんですね。明日の日中はお散歩日和となりそうです。今の釧路の様子です。釧路、はい、漁船が止まってますね。はい、秋の漁も行われているんですが、今日の釧路最高気温23度超えたんですね。釧路としては記録的な10月の暖かさ、100年以上もあってこんなに暖かい10月は初めてだったんです。とはいってもこの時間は 12.7 度と寒くなってきました。全道の明日の予報です。明日は今日よりもよく晴れて今日よりも日差しがまぶしくなりそうです。ただ沿岸部西風が強くて留萌はお昼ぐらいは平均風速10メートル前後です。明日の気温です。朝は冷えそうです。旭川は2度、北見は1度まで下がりそうです。ただ日中は20度近くまで上がりますので1日の寒暖差は大きくなりそうです。さて過ごしやすい秋晴れもあと数日となりそうなんです。金曜日は晴れて20度まで上がりますが、土曜日上空に今季一番の寒気流れ込んできまして、降り始めは雨、そして土砂降りの雨で夜は一気に気温が下がりましてみぞれになりそうなんです。ただみぞれも気象台では初雪と観測されますので、もしかして気象台から雪の便り入るかもしれません。早いですね、札幌でもう初雪の観測があるかもしれない。はい、平年よりも1週間ぐらい早まりそうです。ただ市内では積もるようなことはありませんが、中山峠とか路面状況注意してください。来週になりますとまた一旦気温は持ち直しとなってきますが、晴れる日がなくなってきそう。そうですね、明日明後日のこの秋晴れ、はい、満喫しておきたいですね。そうなんです。まあ、これでね、冬支度など庭の手入れなども進めてください。全道の週間予報です。全道的にも金曜日にかけては秋晴れ、土曜日は傘マークなんですが夜になりますと雪が混じってきます。そして日曜日晴れ間が出ても寒くなって初冬の寒さです。太平洋側と道東も見ていきます。石北峠、日照峠、三国峠積もると思います。この週末土曜日の夜から日曜日の朝にかけては
冬タイヤでお願いします。夏タイヤですとスリップしたりしますので週末のドライブ要注意です。以上天気お伝えしました。